どうも、三つ三つと申します。本日はポケットモンスターダイヤモンドパールに登場する悪の組織銀河団についてまとめてみました。何卒よろしくお願いいたします。まずは銀河団の基本情報から。銀河団は新奥地方で活動する悪の組織です。表向きは宇宙エネルギーの開発を謳っており、アジトが堂々と構えてあったり、テレビで CM が流されていたりするなど一般社会に溶け込んでおります。しかし真の目的はディアルがパルキアを復活させて現在の世界を破壊し新たな世界を作ること、簡単に言えば世界征服です。ただし銀河団の団員はその目的を理解している者は少数で、ボスである赤木のカリスマ性に惹かれて入団して、組織の命令なのでとりあえずよくわかんないけど破壊活動してるという、ある種一番厄介な人間の集まりです。チーム名の銀河団、これは実際に天文学で使う言葉で、多数の銀河が互いの重力の影響によって形成された銀河の集団を銀河団というそうです。つまり完全な造語ではないということです。ちなみに英語版ではチームギャラクティックという名前で、どちらにしろ G のマークにはなるということです。続いて銀河団の施設基地についてお話しさせていただきます。トバリシティには銀河トバリビル、銀河団倉庫というアジトの本部があります。またトバリゲームコーナーのスロットのマークに銀河団の G のマークがあることから、銀河団経営のものだと思われます。ゲームコーナーを経営している悪の組織としてはロケット団に続いて2組目となります。ちなみにリメイクではゲームコーナーは大人の事情で消滅しました。現在は服屋さんになっております。ただしこの服屋さん、 BGM がゲームコーナーのアレンジだったり、店名がスロット演出に出てきたピッピからファッションスタイル指を振るとなっていたりするなど名残は残っております。そして白帯シティには銀河白帯ビルという支部があります。このビルちょっと厄介なビルでして、ご覧のようにエントランス前に木が生えておりまして、居合切りがないと入れない仕様になっております。侵入者を阻む目的があるんだと思いますが、ここの団員も出入りするために居合切りをしないといけないという非常に面倒くさいアジトとなっております。続いて銀河団の団員について解説させていただきます。ボスが赤木、幹部にマーズ、ジュピター、サターン、プルート、そして下っ端がたくさんいると、そういった構成になっております。銀河団という名前だけに幹部の名前は全て星の名前になっております。マーズが火星、ジュピターが木星、サターンが土星、プルートが冥王星となっております。ちなみにボスである赤木は植物の名前ですが、英語版だとサイラスという名前で、意味はペルシャ語で太陽という意味になります。なので赤木も星の名前を持っております。一人一人詳しく見ていきますと、まずボスの赤木、非常にこわもてで貫禄があり、冷静そして冷徹な性格であります。ちなみに27歳、ポケモンのキャラクターとしてははっきり年齢が出ている人物はかなり珍しいです。赤木は幼い頃から非常に頭が良く、習慣的に機械いじりをしておりました。神話的物質である赤い鎖を科学力で複製するなど、科学者として非常に高い能力を持っていることがわかります。銀河団の真の目的である新しい世界を作り出すというのは、いわば赤木の目的です。赤木の目指す新しい世界というのは感情のない世界です。赤木は人の心や感情を不完全なものとして忌み嫌っている人物です。なので心のない新しい世界を作り、自身がその世界の神になるという目的があるわけです。簡単に言うと超やばいやつです。赤木自身は悪いことをしているなんて思っておりません。なんなら世界のために良かれと思ってやっております。そういう意味では悪いことをやっている自覚があるだけ、榊の方がまだマシなのかもしれません。ただし赤木自身が感情が本当にないのかと疑うところも多々ありまして、ストーリー上で赤木と最初に戦うときはゴルバットを使ってくるんですが、次に戦うときにはクロバットに進化しているのです。クロバットは夏季進化なので可愛がってあげないと進化しないのです。なのでポケモンのことを可愛がってるということになります。また赤木はナギサシティ出身なのですが、
銀河団はナギサシティに現れていない、被害を出していないという出身地を大事にしている部分もあります。その他にも怒りや憎しみをあらわにするシーンはちょくちょく見せております。まあ、なので結論的には赤城には感情はちゃんとある、むしろものすごい感情に左右されているということがわかります。また敵対する立場である主人公の強さを認めるとマスターボールをくれるという敵に塩をめちゃくちゃ送る人でもあります。そして赤城がロトムの発見者であり名付け親であるという設定が示唆されています。幼少期の赤城がロトムと出会い友達となりロトムという名前を授けた。しかし何者かに友達のロトムを奪われたことが感情のない世界を作るきっかけになったのではないかと推測されます。ウルトラサンムーンポケモンマスターズ登場時にも赤城はロトムに対して普通ではない反応をしています。そしてダイパリメイクのバトルタワーで晴れて赤城の手持ちにロトムが加わりました。まあ、できればねここの追加ストーリーを描いてほしかったという気持ちもありますが、まあ、これは公式からの赤城に対する一つの救済なのかなと個人的には思います。そしてダイパのチャンピオンシロナとは対となるキャラクターとなっております。まず名前が赤と白、海外名では赤城がサイラス、ペルシャ語で太陽、シロナがシンシア、ギリシャの月の女神アルテミスの別名、つまり太陽と月となるわけです。そして赤城が科学者、シロナが考古学者、そしてこの世界に絶望している赤城、希望を見出しているシロナ、悪の組織のボスとチャンピオンという立場もあり対照的に描かれております。続いて幹部マーズ、ボスの赤城を心底崇拝している女の子です。私に命令していいのはこの世界でボスただ一人なのという赤城さんにもしも感情が残っていたら恥ずかしいからあんまり表で言わないでってなるようなセリフを堂々と言うような子です。まあ、それぐらい赤城が絶対の子なので、プラチナ版では赤城が行方不明になった後に普通の女の子に戻りますと宣言して銀河団を退団して赤城を探しに旅立ってしまいます。ちなみにマーズは英語で火星なのですが、スペイン語の名称はヴィーナス、金星となっております。スペイン語版だけなぜか金星という。続いてジュピター、まあ、なかなかとんでもない格好をしておりますが、まあ、こちらもマーズと同じく赤城に忠誠を誓ってる女幹部でございます。いやー赤城さんはモテますね。なのでプラチナ版ではマーズ同様赤城が行方不明になった後銀河団を退団しております。ジュピターは英語で木星なのですが、木星はガス惑星なので彼女の切り札はスカタンクなのではないかと推測されます。ちなみにやはりスペイン語版では木星ではなくケレスという名前になっておりまして、これは火星と木星の間にある準惑星となっております。なぜかスペイン語版だけ名前の惑星が違うというね法則がありますけども。そしてサターン、ボスの真の目的を知っている数少ない人物です。そしてその目的を理解できない否定的な人物でもあります。つまりボスのことを尊敬はしているけどマーズやジュピターのように心酔はしていないという人物になります。まあ、なので赤城、マーズ、ジュピターがいなくなった後も銀河団に残り、銀河団の実質的な2代目リーダーとなりました。ちなみに公式設定では性別は男性なのですが、サターン女性説というものがあります。一人称が私、中性的な外見、アニメ版で女性声優が起用されている、手持ちポケモンにメスが多い、ポケモンサンデーで女性として紹介されたなどなど、サターン女性説は未だに根強く存在しております。ちなみにサターンは英語で土星、スペイン語版ではどうかというとサターンだけはサターンというね、全世界共通で土星と。そして最後の幹部ブルート、彼はプラチナで追加されたキャラクターなのでダイパリメイクでは登場しません。ちなみにプラチナでもトレーナーではないので戦闘することがないのでそこまで印象的なキャラクターではありません。彼は純粋に金目的で銀河団に入団したので赤城に対する忠誠や尊敬はありません。赤城の後の2代目リーダーになろうとするも部下もついてこず、最終的には普通に警察に捕まるという、簡単に言うと小物です。
まあ、そんな感じのボスおよび幹部の皆さんでした。続きまして銀河団という組織会社についてお話しさせていただきます。銀河団は実際に団員募集のホームページがネットにありまして、そこの募集要項を見ていますとこのようになっております。応募資格、何があっても諦めない強い覚悟の持ち主、精神論のみという、学歴、経歴、年齢、不問というね、普通に考えればブラック企業の求人ですよね。こんなに条件のない会社、ブラック以外ありえないですから。そして福利厚生を見てみますと、仕事のパートナーポケモンを1匹支給、素敵ファッションな制服1式支給、髪型手当、ポケモンをね支給してくれると、素晴らしいですね。ただ1匹だと心もとないかなっていう感じもいたしますが、そしてね素敵ファッションも支給してくれると。そして髪型手当という謎の手当、散髪代が支給されると考えればねありがたいことですが、必ずあのおかっぱにしないといけないと考えるとしんどい部分もあるかなと。そして注目すべきは福利厚生に健康保険とか雇用保険とか有給休暇が全く書いてないという点ですね。これは孫をことなきブラック企業ですね。まあ、そんなね募集要項からブラック企業プンプンの銀河団の労働環境が実際に悪いのかというと、そんなことはないんです。銀河団のアジトにはこんな掲示があります。最高級のテレビを楽しむがいい、遠慮なく飲んでエネルギーを得るがいい、好きなものを作って元気を出すがいい、誰もいないか確かめてからぐっすり眠るといい。まあ、つまり銀河団のアジトはテレビ見放題、栄養ドリンク飲み放題、キッチン使い放題、仮眠室での休憩も OK という、悪の組織としては優しすぎる会社なんです。そんな優しすぎる銀河団団員の1日のスケジュールがこちらです。はい、9時出社17時退勤というめちゃくちゃホワイトスケジュールなんです。ちゃんと昼休憩も1時間ありますね。え、この人会社から1時間のところにお住まいの団員なんですね。あとこの人すごい寝てます。9時間寝ております。銀河団員はよく寝る。つまり銀河団は一見ブラック企業のようでめちゃくちゃホワイト企業ということになります。その後の銀河団について、こちらポケモンプラチナ準拠のお話になりますが、主人公に赤木の野望が阻止された後、サターンをリーダーとして新エネルギー研究機関として再出発しました。要は本当に普通の会社になったというわけです。ちなみにブラックホワイト2にプラズマ団に転職した銀河団もいます。ただしプラズマ団は水とパンしかもらえない労働環境なので、ホワイト企業である銀河団に戻った方がいいかもしれません。はい、というわけで銀河団についてのまとめ動画でした。ちなみに最新作ポケモンレジェンズアルセウスでは主人公が銀河団に入るというストーリーになっております。ただし翡翠地方の銀河団はポケモンの調査や医療をする善良な組織ということで、悪の組織に入るというわけではございません。翡翠地方の銀河団は悪の組織である銀河団とどういう関係になるのか、それはプレイをしてみてのお楽しみということでしょうか。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録していただけると嬉しく思います。それではお疲れ様でした。失礼いたします。